よろしくお願いします。よろしくお願いします。誘拐が面倒を見てたポン引きのおばさんを脅して会長懲役行かれましたよね。ああ、あれな。なんで脅したんですか。そのおばさんが、まあまあ元はうちで面倒見よったんやけど、今度村まさかに面倒見てもらう言うて、ほでそのうちの面倒見とう方のポン引きのおばちゃんにやからしだしたわけよ。ホテルの前で客と行き男をこの邪魔してみたりな。ほで私はそのおばさん捕まえて村の坂に面倒見たんやったら村の坂行こうと言うて、そやけど行かへん言うから、私がしょった麻雀屋の方の事務所におばん呼んだわけよ。あれは結局は私が脅かしたようになったわけよ。監禁しておばさんをな。その時に一緒にうちが面倒見とおばちゃん二人おったんよ。警察もやり方賢いよ。4人の中でやからそのうち3人パクってしもたんよ。私と本来なら私が事件になるようなことしてないという証人になるべき人間をパクってしもて、あ、なるほど。でそのおばちゃん連中に聞いたら、最初は知らん言うとったと、しかし会長が来ないと言うと、もう会長の調書に合わせとってくれと言うて事件になってしもたんよ。ほで検事が義龍会はどこまでの縄張りや言うて駆け引いて地図に書かすんよ。私おかしいことするなと言って、当時弁護士の有名な京都の先生やけど小野哲言うてな、私そこ面会来た時に聞いたら、竹ちゃん言うて、そんなもんな検事の参考資料にするだけやと。この小野哲先生も元検事やから、私も爽快な思いやったら何のことね。この縄張りの中でおばあが商売しそうから、それで私が脅かしたというような調書になってもどうわけよ。ほで普通公判検事言ったら別よ。それが調べ官の検事が、僕が公判の担当の検事になりますよ言うて戦いましょうと、それで戦おうたんよ。2年いったんかな。それが最後の懲役やったな。そやからその検事、まあ名前はやめとくけどその検事が言うのには、こんなんで起訴して無罪にさせたいだら出世に関わると言うてよったわな。私ほんであの事件で5ヶ月間接見禁止をざーっと否認しとったからな。それはあの否認したら否認したで、それの矛盾をつかれるからな。そやから黙秘が一番言うとった。で裁判で戦うのがな、まあまあそんな話やな。尼崎の神南新地についてアイラのインタビューに答えられてましたよね。ああ、私は古川組におったからな。そやから当時の神南新地の様子聞かせてくれ言ってインタビューに答えたんやけど、古川組の部屋住みいうのは休みになったら神南新地行きよったな。ほんでだいたい一穴1枚、当時古川組の若い人は言うたら1枚にしてくれるから言うて、私も行きたいな思うたけど、若い人が行くとこ顔さしてもあかんし、結局未だに行ったことないままやけどな。神南新地は行かれたこともないんですか。いやいや、私はあのああいうとこの雰囲気好きやから、車でザーッと通ったり、ほんで友達と一緒に歩いたりはしたことあるよ。あ、そうなんですね、うん、まあ言うたらあの富田新地でもやはりあの雰囲気独特やから、その行くんやけど上上がったことないそやから私の自主文にしとった中島明というのが親父で、この富田新地上上がったら一人前ですよ言うて、私よう冷やかしとったんや。神が面倒見てたとかそんなんじゃないんですか。私が現役当時は面倒見という話は聞いたことないけど、それから面倒見とったかもわからんな、うん、古川組とか、まあ、大平組とかな。で非合法で暴力団の資金源になるから言うて、それはあの徹底的に尼崎はやられとうかもわからんな、うん、それから尼崎に
もう組事務所はないん違うかな。一時すごかったんでしょ尼崎も。いや尼崎はやはり古川組の先代古川正明が抑えとったから、大平組の二代目も中村天一郎組長も、古川正明の舎弟よ。で大平の二代目先代が死んだ時に古川正明が徳島刑務所におる時にこの中村天一郎に慕ってくれ言って指示したみたいよ。あ、そうなんですか。うん、それは私に常々、ね、言うとったのは今まで一番中村天一郎とはまあええ仕事したよったな。先ほどの神奈美新地の話に戻りますけれども、神奈美新地とか飛田新地のどういった雰囲気が好きなんですか。やはり昔ながらの雰囲気な。こういう遊郭と暴力団とはつながりあるんですか。あるわな、そらソープランドとかデリヘルとかな、名古屋なんかもブルーグループ佐藤義則さんかな、あの人も付き合ってんが、非合法でやる場合は買収なんかできへんもんな、法律で禁止よ。そういう法律で禁止したもんをする言うたらヤクザとつながっとかなあかんわな。昔で言えばホストクラブの相田武史社長は新宿歌舞伎町におってヤクザにみかじめ料払ってなかった言うてな、だから何回か襲われとんよ。当時珍しいですね。当時珍しい。そらそういう破天荒な社長もおったわな。警察に言うたら時間がかかるわけよ。ほなヤクザに頼んだら早いんよ。そういうのもあるわな。けどやはりその暴力団に頼むいうことはええことないわな、今のこの時代にな。確か2018年飛田新地でスーパー玉での創業者前田社長が所有する物件を局地連合会に貸すというような事件で話題になりましたよね。あったな、当時局地連合会の浅野俊夫頭が付き合いしよったんちゃうかな、この前田社長創業者やけどそれから引退したんちゃうかな。もうすぐ引退してもう関係ありませんみたいな感じでね。そういう風になるわな。会長はデリヘルを利用されたことはあるんですか。あんた変なこと聞くな嫁もおるのに行けるわけないやんか。失礼しました。ほんま失礼で。でもいっぺん行ってみたいけどな。そうなんですね。行くんか呼ぶんかそやけど、まあまあもう行くこともないけど。では本日はこれくらいでありがとうございました。ありがとうございました。